お疲れ様でした。グランパス強豪と1-1っていうことでしたけど、振り返ってもらって試合いかがでしたか。まあ、点取って、まあ、勝てる流れみたいなのあったけど、まあ、1点その後取られちゃって、で、まあ、同点でもいい、もういける可能性はあったんで、まあ、その勝ちたかったけど、同点でいけたんで、よかったと思います。かなりご自身ボールを受けた時、左足のタッチとか、技術光るものあったなと。なんですけど、今日やれたっていう感じありますが、振り返ってご自身のプレーいかがでしたか。いや、今日は、まあ、自分のいい時に比べると、まあ、全然だったので、もっと自分の力を発揮できるようにしたいと思います。ちなみにいい時っていうと、どういうプレーが普段できるとか、もっとこういうプレーをしたかったなというのはどういうところになりますか。もっとボール受けた時にスムーズにドリブルして、スルーパスとか自分でシュートも取ったりとか、チャンスメイクできるのが自分のいいところ。まあ、去年リップは関西で飛んで、やっぱり強烈な選手がいっぱいいて、それと比べて今年はちょっと力が劣る分もあるかなと思うんですけど、ただそこの悔しさの前に行きたいというところがあるかなと思うんですけども、今年のチームってどういうところが特徴というかストロングというふうに考えてますか。まあ、今年のチームは、まあ、あんま技術的にはうまくないんですけど、チームの雰囲気だったり、その、まあ、そう明るい部分だったりして、それがいいところです。まあ、グループリーグ突破は近くなってきたかなと思うんですけども、今大会の目標最後に聞かせてもらっていいですか。まあ、目標は、まあ、日本一というところです。期待してます。ありがとうございました。ありがとうございました。